和のテイストから全然どこぞの民族系の。これは某テレビゲームのとある村を参考に作らせていただきました。一瞬見えた。ちょっと上から見てとか、こういう形に見覚えのある方はわかると思うんですけど、手から始まって最後にあーで終わるっていっぱいあるな。手から始まって途中で A があって最後にあーがあるとあるゲームの村を参考にさせて作らせていただきました。これもデザイン設計は私良い子です。で 下働きまこです。おっと危ない、あそこは見てない。下働き内装まこ。ここはまずこの部屋、はーい、花火屋です。イエーイ。花火屋。クリエイティブモードにしてからあのたくさん作ってストックしてあります。夏季現金だからここの部屋だけすっごい寂しいことになってる。まあ所詮そんなもん。しかもまあクリエイティブのものを使ったからもうしょぼくていいんだっつって。この下に扉をつけたんだけどね、繁殖しないね、あんまりね。やっぱり太陽の光浴びないといけないのかな。光合成させないとダメみたいね。はい、これはこれも一応ゲームの中にあった祀られて、とある火の神が祀られていると言われている祠を再現してみました。これだけでね、分かった人はすごいと思う。ぜひお友達になりたいっていう。はい、そしてこれがまーちゃんがデザインしてくれました武器屋です。これかなり頑張りましたよ。はい、どうですかこの内装。こっちが武器屋なんだよね。なんか、なんかここはあのショップ、なんとかショップみたいな、冒険ショップみたいな武器屋、あのゲームである RPG では絶対にある武器屋とか、ポーションとか道具ですね。道具屋さんと武器屋さん。いやもうぜひ作ってって、わざわざこれ取ってきたんだぞあそこから。で、こういう橋もね、見覚えがあったらあそこにもあります。ああいう祠は全部で4つあります。ここはレストランです。ゲームの世界には全然ないんですけど、これもまーちゃんが中デザインしてくれました。いやー、これは結構私気に入ってるんですよ。ほんと？うん。これ使っているこの椅子とか台座のあれは素材は、ネザー水晶 1.5 以上のバージョンから新しくなったあのネザー水晶を使わせていただきました。すごい。私ぶっちゃけこのマインクラフトで一番好きなブロックはネザーです。ネザー水晶です。真っ白だもんね。真っ白だからすごい好きなんだよね。うん。はい。決して拉致してるわけではありません。うん。2どこ。あとどれだ、これは違うな。これは普通のお家。はい、これはあの水の神様を待ってる祠。言っちゃった。何？水の神様って言っちゃった。そうよ、だって火の神様って言ったよ。水の神様を待ってるだけど、水の神様であって 何の水の神様かっていうのを一瞬で分かる人はすごい。ちゃんと読んでよこれ。文字書いて。入り口入ってすぐある。漫画喫茶レベル。漫画喫茶レベル。だってその建物自体がちっちゃい。あの向かい合わせでも OK な人だけ、あのプライベート空間が全くないあのホテルです。それでもいいという方はぜひここに来てください。文句言うなよ。その子じゃあ。あのどっかの村のあのホテルこんなになってたから。まあ確かにね。ホテルのそのベッドむき出しだったからね。それをイメージしました。そしておっと、ちょっとあれはまだ見せられないよってやったけど、はい、ここが、この村で最後図書室になります。図書館かな。これはね、1階が2階建てなんですが、1階が本屋さん。そしてここから地下におります。大図書館、これが図書館ですね。本屋さんが上、下が図書館。全部あの本屋の人に言ってからここに入ることができます。私たちは、地主なんで無条件で入ることは許されています。はーい。さてこの村の紹介もある方は、はい、次に行きます。まあ、じゃあ座らないでね。ないよ。よいしょ。こうやって横に取るっていう、そう、システム的に。おっと、はい、次はあっち、あっち。はい、ここら辺です。はい、はい、この正面に見えますね。他の建物とは、かなり違うね。かけ離れて、あの現代的なビルディングです。私です。はい、まこむぎちゃんがデザイン、建設および材料集め。はい、まこむぎちゃん中案内してください。ここですか。え、
とりあえず何もないです、ここは。ここに1階なんですが、ここはあの柱をね前に立てて、ちょっとおしゃれにおしゃれ意識してみて、これを1階なので、なんか喫茶店みたいな感じでしてもいいし、漫画喫茶でもいいし、何かアウトレットみたいな感じでもいいし、なんかしたかったんですけど、なんかそういう小物モットみたいなのがあればなみたいな。ああ、なるほどね。もっと広かったなって。だから、このビルディングはまだ内装が終わってないって形になるのかな。そうそう、でも外装は終わってる、完全に。ちょっとまだ見せられないよってやつ。はい、やっといて。しゃ、はい、はい、じゃあ、お隣のこれは、これも、私よい子が、デザインデザインというか設計か、設計を担当して、外装内装のデザインが私か。で、ここのテーブルとか椅子がよい子、設置がよい子。これは、私たち地元の、まあ、地元で、ちょっと有名なレストランさんのちょっと内装と内装をパクりました。パクりました。ごめんなさい。このライトとか結構頑張ったと思うんだけどね。本当にこんな感じのねレストランで、あのすごいお気に入りなんですね。うん、味も飲んで。そしてワンワン、はい、ここにいらっしゃる2匹は私のペットです。青い首輪をしているのが、すいません、パクりました。ラピードちゃんです。タネ付け証のしのしのだった。で、黄色い子はランバードちゃんです。もうこの名前をね、聞いた時点で、あって思った人は、お友達になるでしょ。許してくれる人は。で、まあ、ここは、まあ、ここが。キッチンね。ケーキ置いてるよ、ケーキ。じゃあ、ここがレストランになります。テルマイロマン。そして、よかったね。外装はこっち側の、見せないの？そうだね。外装がなんかすごい変な感じなんですけど、まあ、こんな感じに。ちょっと白い。木造なんだけど、洋服、白い洋服と、鉄の柵を使って面白いことをしてくれる、こういう作り、変な作りになってます。まあこういうのも面白いかなと思って、こっちこっち、しこっちこっち、ね、なんでこの裏だけこんなんなのって言いたくなるけど。うん、これはね、こっち側ね、松明一切いなかったから、暗かったからつけちゃった。あの、たびたびこうやってね見るんですけど、結構広大なところに作ってますけど、はい、そしてこれはマコムジちゃん作農場です。これは本当に頑張った。ね、何回もう水にチャプン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 、何回沈んだか。これはマジで頑張った。はい、あ、そう、第一拠点の一番最初のこの拠点の前のこの畑を最初使ってたんですね。これをここを使ってたんだけど、あの、いろいろアイテムが手に入ったので、やっぱ別の農場も作りたいなってことで、マコムジちゃんと頼みまして、作っていただきました。あ、ほら取れないよ、処分。はい、はい、あとで、スイカとかぼちゃ、ダミがなるよ。頑張って集めたよ。うん、じゃがいもとね、人参ね、探したね。全然ゾンビから出なかったもんね。人参だけ出たね、一本だけ出なかった。あ、それは今のやつか。うん、今のやつでは出たけど、あの、出なかった。この世界に、このワールドに来て全然ね、取れなかった。まあまあ、村を見つけて取れたからいいじゃない。村を見つけて、ようやく取ることができました。そして、今チラッと見えてるけど、ガン虫で、はい、これ私が建築いたしました、ちょいずれたちょいずれた要塞です。え、要塞じゃない、すいません、間違えました。倉庫です、要塞倉庫。あの、ちょっとね、なんかずれてるなって思う人、気のせいじゃありません、ずれてます。私は最初に、よい子、ずれてるよ、右、あの、中入った時に思ったけど、右側、一個多くない？あーってなったね。そうそうそう。作ってて全然気づいてなかったっていう、もうほんとダラクしてるっていうか、なんかね、遠くから見てたらなんかおかしいなって、なんかあれ、なんかこっち側長い気がするなと思って、パッて見て数えてみたら本当に長かったっていう。でももうほとんど完成してたから、かわいそうやから言わなかった。うん、で、自分で気づいたんだよな。なんかおかしいなって言ったから、ずれてるよって。そうそうそう、私結構前からしてたけど、なんかかわいそうだから言わかったみたいな。しょぼんしょぼん、どまい。そんなわけで、はい、倉庫、倉庫です。おい、まあ、いろいろ、こっちは木材です。
全然入ってないとこもあるな。助かってるな、こうやってね、こういう苗木、苗木もこういう石炭とかがなかった時に苗木だけいっぱい貯めといたら、はい、燃料になるってすごい便利になりました。うんうんうん、木だけを燃やすんじゃなくて苗木もなかったら燃やしていいんだよ。うん、で、さらにこれ地下もあります。はい、これは武器です。いろいろエンチャントして入れてます。ダイヤの武器、金の武器、まあいろいろね、ね、なんだかなんだかんだ言ってだいぶ集まったね。まあ、ここマックスになることは、ね、してなかったね。ないね。なりそうになるたびによっしゃ違うの作ろうかって言って作ってはなくなり、作ってはまた取り繰り返したね。そうですさて、まーちゃん、とうとうあれを紹介しに行きます。はい、それ前に朝にとか、はい、せっかくだから、せっ、お待たせします。はい、おやすみなさーい。おやすみー。